水管系は極秘動物の体内に見られる構造の一つである。体内を走る管であり、その内部には外から取り入れられた海水が流れる。呼吸や循環などの役割を持っている。水管系は極秘動物に固有の器官系である。体内に伸びる管のつながりであり、内部の液体が物質輸送に関わる点、内部の液体に浮遊細胞がある点などで、 血管系にも似るが、内部の液体が外の海水を取り込んだものである点で大きく異なる。また、ここから体外に伸びる管が観測と言われ、接触や呼吸、時には運動に関わる点も独特である。ちなみに、極秘動物では全般に血管からなる循環系に耐火傾向が強い。いわば極秘動物は体構内に、 外海の水を直接に流し込んでいる動物である。類似のものに異水関係があり、これは四方動物に見られる。やはり体内に張り巡らされた管からなるもので、その各部分では放射水管や環状水管など似た名で呼ばれる部分もあるのでややこしいが、全く異なるものである。異水関係は消化管につながる気管系であり、 それに対して、水管系は対抗に由来する。水管系は極秘動物に特有のものであり、それが存在することは極秘動物である証拠とみなされる。例えば化石においてもそうである。実際には水管系そのものは化石に残りがたいが、そこから出る観測はその骨盤に穴を開けて出る上、その配列も下記のように独特なので、 そのような穴のある骨盤がそれに類似のパターンで体表面に列をなしていたり、あるいは溝の中に並んでいることが確認されれば極秘動物と判断される。ほぼすべての極秘動物で基本的な配置は同じである。基本的には体壁のすぐ下を通っている。まず口の後方の消化管の周りに円管状の管があり、これを環状水管という。ここから外側、 あるいは体の後方に向けて伸びる管が放射水管である。極秘動物の体は基本的に5放射総称をなしており、腕がある場合は5本あるのが基本である。放射水管はこれに対応して5本が基本であり、腕がある場合はその口側面に沿って伸びる。腕が分子する場合には放射水管も分子する。環状水管には放射水管の出る位置の間に、 氷嚢という小さな袋がある。ここから水管内に浮かぶ変形細胞を供給する。また、環状水管に外部から海水を取り込む構造がある。環状水管から伸びる石管が大壁につながったところに水口が開き、これを通じて海水が取り入れられる。多くの群ではこの部分には多孔板という骨盤が蓋をしており、海水はそこに開いた。 多数の穴から取り入れられる。人手の仮面、不対抗とそこに並ぶ観測がよくわかる。放射水管からは骨盤の穴を抜けて体外に細い管が伸び、これが観測である。ウニや人手では、これが運動に使われるため、極秘動物一般に放射水管の通る部分を二位と言い、その間の部分を寒歩体と呼ぶ。また、海ゆり類や人手では、観測は腕の仮面の溝にあり、 この溝は腕の仮面の中央を先端から口までつないでいる。この溝を二位孔あるいは触孔という観測が伸びる放射水管の部分には便能が付属し、この脳の収縮によって観測に水が注入され、それによって観測が伸びる。ただしこの便能を持つのは観測を吸盤として使うものである。また水管の内側には繊毛が並び、これも 水流を作る役割を担う。水管系は観測を動かすための仕組みとして存在する。観測の働きは接触、運動などであるから、基本的にはこれを支持するものである。しかし、実際には観測は呼吸や排出の役割も担っており、そこへ液体を流し込む水管系は循環系の役割をも担っていることになる。液体中の変形細胞は、 老廃物を運ぶ役割を持っている。極秘動物は体内に広大な魔体鉱を持ち、また血管からなる循環系も持っていて、これが呼吸等に関与している例もある。しかし、多くの極秘動物で血管系は耐火傾向が明瞭なこと、さらに独立した排出系を持たないことは、このことによるとも考えられる。極秘動物の発生は群によっての違いもあるが、 まず左右相性の要請が形成され、多くは固着の形から放射相性に変態が行われる。この際に右側対向が対価的になって体が歪み、左側の中対向が感情に伸びて消化管の入り口付近を感情に取り囲んで環状水管となるとともに5つの方向に分子が伸びて放射水管となり、これによって 体全体の五放射相称の軸が決まる。この時、五対抗も半口側で同様の変形を行い、集結動計が形成される。海ユリ類は極秘動物の中でも特に原始的なものと考えられているが、水管系にも独自な点が多い。環状水管と放射水管とからなる点は同じであるが、ポーリノーも敏能も持たない。また、石管は、 体構内に口を開き、従って多項板はない。つまり、水管内には体抗液が流れていることになる。ただし、口板にある小降から海水が体構内に流れ込むようになっており、実際には海水が混じった液体が流れている。この類以外では多項板があるから、よりしっかりと海水を取り込むように多項板が発達したのかもしれない。 ヒトデ類は仮面に口があり、そこから腕に向かって、不対抗がある点で、海ゆり類,類と共通する。つまり柄を失った海ゆり類を、口盤を下にして伏せたようなものである。観測型の配置もこれに準じる。ただしその発達ははるかに良い。環状水管には、ポーリノーの他に、より小型のティマで万能がある。石管は上面に伸び、一箇所の腕と腕の間に位置する。 車高板につながる。放射水管からは左右に体をなして観測と便能が並ぶようになっている。車輪ヒトデルイでは所持体化傾向で水管系では放射水管がなくて環状水管から観測が出る。雲ヒトデルイは腕の運動性が高く観測は運動に使われない。そのためか観測には便能がない。それ以外は基本的な形である。 多行板は口面にあり、口を囲む大きな骨盤である口立ての5枚のうちの一つがこれに当たる。ウニ類は腕を持たず、放射水管は丸い体壁を下から上の端まで這い登るように並ぶ。観測は便能があり、吸盤を持つ。多行板は上の端にある肛門を囲む骨盤の一つである。それにつながる石志管には軸機関がある。 生コ類の体勢は外見的には全虫のような左右対称に見える。これはウニの体を縦に引き伸ばして横倒しにしたようなものである。二重のうちの三つは下面に、二つは背面に位置する。環状水管にはポウリノウがあり、そこから出た放射水管はまず触手の基部に行く。触手は特別に発達した観測であり、その基部には触手便能と呼ばれる。 特に発達した、貧能がある。仲間によっては、触手が5本以上あり、それらではこの部分の放射水管が分子をしている。石管は太鼓内に開く。蒸気のように水管系に似たものに、異水管系があるが、名称の上で似たものも他にあるので挙げておく。ありがとうございます。